日本のバスの座席では、日本のバスにおける座席の配置や形態について扱う。窓側に向けた横向きシートの冷鉄道車両では、ロングシートと呼ばれている車両の長手方向に並んで座る座席。車両の両側面を背にして座る長いベンチ様の座席である。バスの場合は、最後部の壁面に座席を設置することが可能であり。 その壁面の座席が前向きとなるケースが多いため、このように呼ばれている。ホイールハウスの高さが座面の高さを超えない限りは、座席を多く設置することができるが、景色が見づらいという欠点もあり、どちらかといえば、生活路線向きである。初期の路線バスは、大半がこの形態であるが、最近のバスでは工術の前向きシートが標準となっているため、優先席。 車椅子スペースの折りたたみ座席を除けば、東急バスにおいて、青葉台地区にて導入されているのが目立つ程度である。なお、東急バスがこの座席配置を導入した理由は、ラッシュ時の収容人数確保のためで、この点では、鉄道車両のロングシートの考え方に近い。また、最後部以外にも最前列、タイヤハウスの上と、非常口前の座席は、前向きシートとなっている。 また、1 9八十年代前半から中頃にも、京阪宇治交通で、混雑緩和を目的として三方シートを採用した車両が多かったが、関山時の評判が悪く以後は、クロスシートを採用している。日立電鉄においても1九十二年頃まで、自社発注車の一部で三方シートを採用していたが、一人、ないし二人分ごとに、肘置きを兼ねた仕切り板を有する独自の仕様で、 最前列のタイヤハウス場や非常後部の座席も横向きに配置された。横向きシートでは中央を背に座席が窓側を向く設計もあり、奈良交通、バンビーナ、松本電鉄、安住の穂高周遊バス日の丸自動車工業、クラシックスカイバス、東京など、主に観光客をターゲットとしたファンタスティックバスで採用されている。長距離路線などでは、 古くから採用されており、近年でも万国共通で標準的な座席配置である。夜行運用を考慮した車両では、シートピッチが比較的広くリクライニング角度もそれなりに大きい。日本では1990年代から通路を2本として数と分の座席を独立させ、周囲に仕切りのカーテンを備えるものが登場。 その後高速路線バスとツアーバスとの競争劇化により、定員確保と高級化の二極分化が一層進んだ。観光、貸切車と高速路線車では、座面が厚めで、背もたれも両側に、小ぶりな頭持たせがついた高いものとなり、リクライニングも可能である。加えて、通路に補助席を持つものも多く、補助席の背もたれは二段階に展開する、背の高いもので、 調節の幅が狭いか無意識ながら、リクライニング機構も備わっている。中、長距離路線では、高速車やその経年車、格下げ車がそのままの内装で使われることも多いが、専用の2、扉均衡型が投入される場合もあり、それらの座席は、背もたれは高いが、リクライニング機能がなく、シートピッチが、やや狭いものが多い。内交通用の路線車では、 さらに簡素で小ぶりな固定座席となり、クッション類が薄く、シートピッチも狭い。また、ラッシュ時の定員確保や車椅子スペース用として、折りたたみ収納式の座席を備えるものが増えている。座席配置には、二人掛けヘプラス二人掛け、二人掛けヘプラス一人掛け、一人掛けヘプラス一人掛けの組み合わせ例がある。混合シートの例、味方シートと前向きシートを両方。 備えているケースもある。1970年代の京王邸と電鉄バスなどで中扉から前が前向きシート中扉から後が三方シートとなっていた例がある。また初期の京急型ワンステップバスではワンステップ部分を横向きシート中扉より後方の高床部分を前向きシートとしていた。他にも同様の例は多く存在する。なお、 優先席のみ、横向きシートを採用している場合は、混合シートとしては扱わないこともある。ボックスシートの例座席を向かい合わせにしたもので、欧州では、路面電車を含め比較的よく見られるが、日本での採用例は少ない。後部サロンシートの冷貸し切りバスの後部セミサロンの例、ハイグレード貸し切り車などで導入されることがある仕様で、車内の一部を横向きシートとして、 テーブルを設置しているものである。作り付けの座席であるケースと座席の一部を回転シートとして対応しているケースがある。多くは後部座席部分がサロンに設定されるが名古屋観光バスでは前方にサロンを設定した例もあった。センターアンダーフロアエンジンのボルボアステローペの場合、通常のリアエンジン車のエンジンルームの位置をサロンとした例もある。また、 高速バスでも1980年代から日本、急行バスの名古屋京都線で、サロン特急と銘打って、後部サロンを設置していたほか、夜行高速バスでは、ドリーム福フ福クフク号のダブルデッカー車の1階部分で、採用例がある。博多号の最後部も、サロンと称するが、単純な前向きシートであり、初期の西鉄車は、両窓側が、リクライニング可能で、 予備席としての機能すら持っていたので本校でのサロンシートには該当しない。伊豆下田バスでは一部の一般路線車の後部にサロンシートを設置していたほか常磐交通が運行していた日本発の2階建てバスによる定期路線特急スワン号の1階部分もサロンでありアルコールソフトドリンク類の販売も行われていた。標準的な路線バスの座席である。 背もたれの高さは、標準的な大人の男性が座った場合に、だいたい脇の下あたりの高さである。二人掛けであっても、座面、背もたれともに一体になっているものが多いが、バケットタイプにはなっていないことも多い。近年はフレームを樹脂製にしたものも登場している。二人掛け座席において、背もたれや座面を一人分ごとに分離したものを、セパレートシートと呼ぶことがある。 大阪市交通局では横向きにも前向きにも対応可能で何人がけの座席であっても背もたれを共通化したことがありこの時はバケットタイプとなっていたハイバックシートの霊長距離路線向けに背もたれの高さを肩から首あたりまで高くして背中を支える面積を広げたもの背もたれはバケットタイプになっていることが多いリクライニング機能はない 近距離路線においても、都市新バスシステム導入路線において、他の車両との差別化のために採用されることがある。また、南海バスの堺市内のシャトルバスや仙北ニュータウンのコミュニティバスのように、他路線との差別化のために採用されている例である。なお、演州鉄道をはじめとする一部事業者では、一般路線の全車両で採用し、 座り心地の向上を図っている。ちなみに、詳細はオフセットシートを参照されたいが、演習鉄道では一部の2ステップバスにおいて、ハイバックシートでかつオフセットシートという珍しい組み合わせの座席を採用していた。2012年にシート及びシートベルトに関する保安基準が改正されたことに伴い、 高速道路を走行するバスの新車には、ハイバックシートと共に3点式、シートベルトを装着することが義務付けられたため、高速道路を時速 60km 以上で走行する路線バス車両には必須の装備となりつつある。その他、路線バスと短距離貸し切りの兼用車にも採用例は多い。また、イスズエルガやヒノ、ブルーリボンなどの一部車種では、 手すりと一体化したヘッドレストステーを装備することで乗用車と同様のセパレート式ヘッドレストを取り付けることも可能となっている。リクライニング機構を持たなかった時代観光バス用の前向き二人掛けシートはロマンスシートと呼ばれ特別な存在であった。現在観光バスや高速バスなどではリクライニングシートは標準的な座席となっている。 背もたれの高さについては観光バスではハイバックシートと同程度であるが夜行高速バス用の座席では頭まで支えられるように背もたれの高さはかなり高くなっている。また長時間座り続けても楽な姿勢が取れるようにレッグレストやフットレストなどが設置されることも多い。夜行バス向けに横スライド機能を装備するケースもある。これは 通路側の座席を通路側に数センチほどスライドされて隣席の人との空間を確保するための機能である。この機能を装備する車両は基本的に補助座席を装備しない。座席配列は大きく3つに分類される。高速バスでは1台に複数の座席配列パターンを採用して複数クラス制を取る場合がある。観光バスや長距離バスなどの前向きシートには 折りたたみ式の補助座席が装備される場合がある。正規の座席だけでは収容の柔軟性に欠ける面もあることから設置されることが多い。そのため予備席と呼ばれることもある。車検証の定員には補助座席も含まれる。以前の大型バスでは左右の座席に補助席が取り付けられており、一列で六人掛けであったが体格の大型化や輸送の質の向上に伴い、 片側一脚となった。従来は正規座席の足に取り付けられることが多かったが、近年では片側の肘掛けの幅を拡大し、肘掛け内に収納する仕様が一般的である。シートベルトは装着されているが、座り心地は一般席に劣るため、あくまで補助として使用される。特殊な例では高速バスの正規座席が満席になった際に条件付きとして、 さらに低運賃で補助席分を販売する場合がある。基本的にはリクライニング機能は装備しないが背もたれの角度を一段程度変更できるものやダイヤル式の簡易なリクライニング機構を持たせたものがある。また長時間乗車で通路側の座席の客が背もたれを畳んだままの状態でオットマン代わりに使用するケースも見られる。なお、 補助座席を設置した場合開閉窓としなければならないと車両保安基準で定められている。バスガイドや交代乗務員用の座席で出入り口部分に折りたたみ式で設置されている。高速道路では乗客乗務員とも原則として列席が禁止されているため観光バスでは必ず装備されている。形状としては補助座席のように簡易な折りたたみ式になっているものや 航空機などのジャンプシートと同様の構造のものがある。両村内バスではバスガイドが着席したまま案内できるよう回転させることが可能な座席を装備したバスが導入されている。ハトバスのオープントップバス、オーソラミオでは最前列にガイド席を後ろ向きに設置して客席と向き合うように配置している。スリーピングシート杉本工業が 西日本車体工業と共同開発した夜行高速バス用の座席である。最大の特徴はリクライニングさせると座面がすり上がり、フルリクライニングにしてレッグレストを最大限に出した状態では、ほぼ体を直線の状態にすることが可能である。また、前の座席下にも空間を設け、つま先が入るようになっている。また、窓側席では、 壁側の肘掛けが省略されているが、車体側で窓の可変を肘掛けと同じ高さにすることにより、可能な限り座席幅を広く設定し、快適性を確保している。西鉄及び西鉄と共同運行する夜行高速バスの多くに採用されているほか、西日本 JR バスのダブルデッカーでも採用例がある。杉本工業がバス用座席の製造を中止したため、 西日本 JR バスでは、スリーピングシートの後継となる、クレードルシートは、墨絵工業に発注している。なお、直線状態にはなるものの、水平になるわけではない。これは、完全に水平にすると、日本の法規上、バスに設置することが認められていない信頼と、解釈されてしまうためである。西日本鉄道が、北九州線電車代替バスの時に開発。 導入した座席である。二人席を通路側と窓側とに分割し、通路側を少し後ろにずらすことで、互いの肩が触れ合わないよう配慮し、窓側の乗降性を確保するという狙いもあった。しかし、オフセットされた通路側座席が障害となり、窓側の着席率の低下を招くことになってしまった。ため、近年導入されている車両では、通常の座席に戻っている。 京王帝都電鉄と横浜市 A バスの日産ディーゼル、スペースランナー JP や都 A バスの日のレインボー HR でも採用された。東北急行バスでは2000年代に一部の夜行高速バス用車両で一人用のリクライニングシートをオフセットシートのレイアウトで配置した車両が存在した。演州鉄道では1995年以降に導入されたすべてのツーステップバスが ハイバックのオフセットシートで導入されたが、1997年以降に導入された、超低症ノンステップバスでは、オフセットシートは採用されず、通常のハイバックシートとなった。G シート2005年3月より、JR バス関東で導入された特別席である。横三列シートにしたもので、シート幅は 515mm、リクライニング角が通常のシートよりも深くなっており、 リックレストも装備している。ラクザシート、ミエ工業開発のシート。西日本 JR バスが2006年4月1日から導入開始したシートで、寝返りを打てるシートをコンセプトに開発された。すべて一人掛けとなり、座席幅は背もたれ部分で 700mm に達している。また、最大で156度までリクライニングすることができる。後に JR バス関東。 JR 四国バスでも導入され、天竜工業製の同様のシートが、JR 東海バス及び西日本鉄道、海部観光に導入されている。2012年に中国バスが運行開始した夜行高速バスドリームスリーパーに採用された一人掛けの特別座席で天竜工業が開発を担当。NASA の理論に着想を得たと紹介されており、背もたれ角度を40度、 座席角度を30度、フットレストを水平にしたゼログラビティ姿勢に設定すると無重力状態を体感できると謳っている。2017年に運行開始した新型車両ドリームスリーパースペリオルクラスには、両村内ホールディングスと天竜工業の共同開発による新型座席が採用されており、全自動でゼログラビティ姿勢に設定することが可能となっている。 1980年代後半に新日本プロレスが選手輸送用に導入したバスのうち日本国外の選手専用のバスにはアンドレザジャイアント専用の座席が設置されており座席幅は1メートルを超えていた他の座席も幅60センチメートル前後と大きいこれらの座席はすべて天竜工業が特注で製作している日本では 札幌市交通局で1960年に寝台車が試作された例がある。当時は道内の宿泊施設が手薄であったことからバスで移動し目的地で停車して寝台をセットし宿泊するキャンピングカー的な車両として試験導入された。寝台をセットした状態での走行はできなかった。外観は札幌市交通局が導入していた観光バスに揃えた セミステンレスのモノコック車体を持ち、外反のほとんどは無塗装であった。寝台は中央通路を挟み、長手方向に装備され、前後の車軸間は国鉄のプルマン式二等寝台と同様二段となっていた。車体仮装はクレハ自動車工業が担当した。一般の車両に比べ重心高がやや高く、車検証取得時に転革試験で規定値をクリアできず、 メーカーが特貫工事にて調整を行いクリアした。導入後も一般車と比較して使い勝手が悪いため、稼働率は悪く、後に一般観光仕様に改造された。観光バスでは、中央交通が導入したネオプラン式ライナーの一部車両にも、上記の寝台バスに酷似した構造の座席が装備されており、スキーツアーをメインに運行された。日本国外では、 中華人民共和国の長距離バス路線において、寝台バスが運行されている。これも、車内を座席ではなく、二段ベッドにしたもので、外観上も横長の窓が二段になっているのが、大きな特徴で、中国以外の国ではまず見かけない仕様である。通常は通路を挟んで両側に二人分のベッドが並んでいるが、一人当たりの横幅は、通常の四列シートの一人分の座席と、 同程度である。近年は2列から1列の座席と同様の幅の寝台バスもあり、居住性はやや向上している。2017年に導入された新型車、ドリームスリーパーニスペリオルクラスは、全席ゼログラビティシートのみの設定。座席は扉付きの完全個室仕様である。両村内ホールディングスのニュースリリース上州夢ぐり、g 親しいがる G シートの廃止について、バスマニアの特等席、オタシートが、ロックダウン。新型コロナ蔓延によるバス業界の悲鳴。ウェブカートップ。2021年4月18日閲覧。東部バスグループの新型コロナウイルスの感染予防対策について新着情報。東部バスオンライン。東部バス。2021年4月18日閲覧。 新型コロナウイルス感染症対策に関する、都営バスにおける取り組み、東京都交通局、2021年4月18日閲覧、ありがとうございます。